松井ゆかりと杉江松恋のエエンンタメタメドドン。ン。はい。2024年7月号のエンタメドンその3でございます。エンタメドンは、国内外の優れたエンターテインメントといえる小説を集めたノンジャンルの、月例書評番組でございます。担当しますのは私、杉江松恋と。はい。松井ゆかりです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、3つ目ですけど、はい。ベテランを選んでみました。ベテランを選んでみました。直木賞の季節ですけど、直木賞選考委員経験もある北方謙三さんを選んでみました。遠藤先生。北方さん、この間、もう1年以上前か、までチンギス期を連載しておられて、中国大河小説の一連の作品の中の、まあ、最新版が終わったところなんですよね。時代としては元まで来たっていうところなんですけど、この後どうされるのかちょっと知らないんですが、北川さん、ある程度、大長編が一段落したところで、短編を書くんですよね。オール読み物に集中して書き下ろしするんですよ。で、2つずつ毎回書き下ろしていくんですね。そうか、そうで、それ、まあ、前回もあったんです。前回なんだっけな、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、そういうのは何年かに一度、短編を書く時期があるんですよね。ああ、じゃ普段そはのね、全然書余裕いてがなできいてと思うんですける。ど、久しぶりに出た、北方短編ですね。黄昏のために、北方謙三さんで、文藝春秋ですね。まあ、小編というのかな、20枚ぐらいだと思うんですけど、短い短編が合計12個かな。12個だと思いますけど、12個かな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、15、あ、17個だ、17個入ってる、すごいな。入ってまして、全部オールに載ったものです。で、バラバラに読んだんで、バラバラに読んでる時には気づかなかったんですけど、全部一人の男性が主人公なんですね。これ見たらね、最初の3つが2017年から18年に書かれていて、4つか。ほんで、その後は2023年に書かれてるから、前の長編の終わった時と、今回の長編の終わった時なんじゃないかと思うんですよね。多分そういうことだと思うんですけど。で、その絵を描く男性、一人でアトリエで絵を描いている男性が主人公で、その男性が自分の絵をどうやって描くかということにずっと向き合って、苦しんで描いていると。で、その苦しんで描いているのが、なんていうの、苦しいとは描かないんですけど、他のことをいっぱいしたりするんですよ。例えば、子牛の肉でフォンドボーを作って、そのフォンドボーの、取った時の煮汁をの冷凍して取っといて、それをカレーライスにのカレーに使ったりするとかね。そういうの、つまりその、なんていうのか、その自分のやっている手先のこととか、そういったもの、全部その、この絵描きの思考の中ではつながっていることで、一つのものを作り出したりするっていうことの一連の流れではあるんですよね。そういったものの、どうやってその理想とする絵が描けるのかっていうことをずっと彼は思考してて、そういう試作の内容は書かれないですね。彼がしてることを書いて、彼がどんなことを試作してるんだろうかっていうことを、書くっていうね。で、試作の内容を確認できるのは、時たま自分の書いた作品とか風景に対して、感想を言ったり、評価を下したりするんですけど、それを見ることによって、彼が今どんなことをまあ、考えているかっていうことは、ある程度読者には察しがつくように書くんです。うん。だからその絵のね、に関する、絵を描いているところの、描写がやっぱいいですね。これは前にも彫刻家だったかな、を主人公にした美術家を主人公にした小説の他にも書いたことがあるんですけど、北方さんがね、こういうものを作る人を主人公にしたものを書くとですね、すごいその、なんつう、美学的なというかですね、ところが、本質的なところを書かれて楽しいんですよね。それをね、読む小説だと思うんですよ。例えば、この耳石っていう話が、耳石って耳の石って書くんですけど、これはまあ、さっきも言ったカレーの話が出てくるんですけど、
吉野っていう男がいてね、吉野は画廊家の経営者なんですけど、その画廊の経営者にが、が開いた個展でですね、彼の絵が1日で41点全部売れちゃうんですよ。すごい売れる。すごい。で、そのうちすごい売れて、吉野は大喜びなんですけど、その子に一人の老婦人 が彼の油彩を1個買ってくれたんですね。で、その油彩を買ってもらったときに、このしゃべ彼に話しかけてですね、言ってくれたことが、それは前の話、それは前の話の絵画か。ちょっといい加減に言いましたけど、つまり、その、自分の通俗だと思っている、絵の評価と、その実際に描きたいもののですね、あれが違うんですよね。その吉野がそのこれ本当に自責というのは吉野がカレーを食う話でカレーを食った後で、彼がそのどっか他の店に行って、アジのたたきを食うのかな。でその魚を食べて魚をきれいに食べてそのアジってこの耳の中に自責っていうのかな、それがアジじゃない魚の中にあってその自責を持って帰るんですよね。で、すごいその自分の描いた絵が売れたことに対して忸怩たるものを持っている主人公は、泥酔して帰るんですけど、起きたら自分が刃物を持っていることに気づくんですよ。刃物はなんで俺持ってんだろうと思っていたら、どうやらその自分の絵を描いたカンバスを切ろうとした形跡があると。で切れなかった。自分の人生を切るように絵を切り裂くことは私にはできやしないっていうふうな一文があった後に、多分その彼の応能みたいなものがその絵を切り刻もうとしたという行為に結びついてるんだろうなと読者は察するんですけど、その時彼がポケットから取り出すのは料亭でもらってきた、耳石、ちっちゃい白い耳石なんです。これがですね、自責だった。鮮やかな石の白さがキャンパスの白さと同じように見えたって言って、小説は終わるんですね。そういうふうに心境をですね、絵の描く行為と重ね合わせた上で、さらに、その、心情そのものは表現する。今僕が喋ったその応能というのは全部、推測していったことなんで、そういう形でですね、書かないことにより読者に読ませるという形、これいわゆるハードボイルドのですね、一人称私立探偵小説が使った技法の、応用といいますか、突き詰めた使い方だと思うんですけど、さっきちょっと一旦その老婦人が買ってくれるというのは、爪先かなという次の作品なんですけど、ここで老婦人が自分の買ってくれた油彩を買ってくれたもんだから、それの元になった素描を渡すんです、あげようとするんですが断られるんですね。なんで断られたのかっていうのを聞いたときに、説明がこういう感じで説明されます。骨の素描が生々しすぎる、絵の方ではディフォルメされて白い石の彫刻のようにも見えるのに、素描では骨であることがむき出しになっている、そしてそれが、心の中にあるものを強く刺激するのだと言ってですね、それは返される。それをね聞いて主人公は非常に納得して、なんかその自分の中にストンと落ちるものを感じたんだろうなっていうふうに書かれてるんですね。そういうね、表現することについて、自分が表現したものに対する忸怩たる思いと、自分が表現するという行為についての小説なんですね。だからこれ小説を書くことにもつながると思うので、非常に興味深かったですね。途中でね、女性とバーで知り合って、なんかそういうことするとかいう話もあって、それはまあいいんじゃねえかなとかも思うんだけど。だってこんなこと言うんですよ。バーでね、初めて会った女性に、女は私を見ていた。私も女を見つめ返した。今夜君と結婚したいな。女の目は私を見つめたままで表情も変わらなかった。これは、どうすかね、北方先生みたいにはちょっと思うわけです、ね、世の中にはいるんですかね、そういう男女も、そういうちょっとドリーム的なことはまあいいですよ、北方さん書く分には、ね、これちなみに2017年だから今から7年前ね、7年前の
部分で、だから7年前に書いたものと今もだいぶ違うと思うんですよ。うんうんうん、だからその主人公の描き方なんかでも、うんうん、当時書いたことを今やられない可能性も結構ありますし、分かんないですけど、まあ、そういうのもやっぱありますけど、うん、でもそこはね、さじと言いますか、あのどうでもいい部分、どうでもいいって失礼かもしれないですけど、小説の根幹の部分ではなくて、根幹はね、やっぱりこの主人公が自分の情念みたいなものをどうやって絵に映し出せるかっていうことを悩んでる小説だから、そういうのもさらけ出すわけですね、女性との関係みたいな。はい、もう一つね、あの絵のモデルをあのお願いするんだけど、絵のモデルの前で描けない自分をさらけ出してうんぬんみたいな、やっぱそれも女性が出てくる話もあるんですけど、うん、そういうのはね、あのまあ、あのそこだけ、その一辺だけ取り出してみると、ちょっと目くじら立てる人もいるかもしれないですけど、うん、それはね、まあいいです。それはあの、付録。そうじゃなくて、この絵に関する表現の王道みたいなものを読むと小説だなと思うんですよね。うん、それだけが17個も入っていて、非常にお得な小説集だと思うので、うん、ぜひ皆さん読んでいただければなと思います。非常にためになるし、なんか表現活動されている方は、ここに触発されるものがあるんじゃないかなと思うんですね。うん、きっと、あ、こういうふうに作家の内面ってあるのかな。作家内面がそのまま出てると限らないんですけど、そこはあの北方さんが考えたその表現者の内面みたいなものが示されてもいるので、うんうん、そういう関心でも読めるなと思いました。大変面白く僕は読んで、あの好きな短編集なので読んでいただければと思います。というわけで、黄昏のために北方謙三文藝春秋でした。はい、はい、じゃあ最後お願いいたします。はい、はい、大御所には大御所です。はいはい、ギリの夏夫さん、はい、オパールの子の、はい、中央公論新書ですね。はい。いや、もう、さすがとしか言いようがない作品かなと思いますね。うん、はい。中央、中心に、存在しているのは、花輪玲子っていう女性で、うん、これはあの、ピル解禁を訴えた、榎木美沙子さんっていう実在の方がモデルなようなんですけれども、うん、で、しかしその、花輪玲子自身がこう自分の思いをこう、なんか自分の口から語るということはなく、うん、ある人物についてその複数の人間が語っていく、うん、なんていうの、例えばパッと思いつくのは貫井徳郎さんの愚行録とかみたいな、ああいう形式で話が進んでいきます。うんうん、花輪玲子はもともと京大の医薬学部で学んでいた真面目な学生だったんですけども、まあ、その彼女がどういう人間だったか、どうしてそのピル解でこのピル解禁を訴えてどん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 過激な方向に行ってしまうっていう人物なんですが、うん、まあそのどういう人間だったか、周囲にいた人間の証言によって浮かび上がってくるっていうことですね。うんうん、で、まあそういう、こういう系、その、なんて周りの証言で、一人の人間を浮かび上がらせる手法っていうのは、うん、やっぱりその人が、いろんな目を持っている人間であるほど、こう、なんていうの、その人がいくつもの顔を持っているってことが分かりやすく伝わるかなと思うんですけれども、うんうん、はい、で、その、ピル、一番最初の、に出てくる人物は、夫の不貞を糾弾した平林真由美の話っていうことなんですけれども、うん、この人は、その、旦那さんがまあ、浮気をして、で、なんとか、一矢報いてやらないと気が収まらないって言ってるところに、うんうん、その、ピル解禁同盟っていう団体のリーダーの花輪玲子さんっていう人にちょっとお話ししてみたらっていう、うんうん、なんか知人からの、まあ、入れ知恵って言ったらあれですけど、うんうん、紹介で、実際に会って、その自分の窮状を訴えるってことですね。で、実際のその花輪玲子
さんは、まあ、なんていうんですか、そうそうとした、美人、美しい人ってみんなが書いてますけども、そんなにこう、過激な人には見えないんですけど、いざその行動を起こすとなると、その平林真由美さんの旦那さんの職場に行って、ピンクのヘルメットをかぶって、平林真由美の夫を糾弾してよみたいに、こう、シュプレヒコールみたいな、もうなんていうんですかね、社会的地位を完全に失墜させるような、なんかすごい行動に出るっていう人で、この最初の一編を読んだ限りでは、この人、どういう人って思うんですけども、次はその、花輪玲子の元同士、すぐ、なんていうの、その隣で側近みたいに、行動を共にしてた逸見もと子さんの話になるんですけれども、で、そう、逸見さんから見た花輪さんはまた全然その違う、全然とまではいかない、違った面があって、逸見さんはそばでこんな風に見てたんだ。こんな風に近くにいると見られる人なんだ、みたいなことを、思わされて、それがどん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 、何人分だ、これ。なんか十何人分の証言から、いろんな面、一人の、花元、玲子という人間に対して、こんなにもいろんな面があるっていうところを、しかも、なんていうんですか、平板でなく、なんていうんですか、こういう書き方って、実力のない方が書くと、なんていうんですか、平凡な、ただ事実の羅列みたいなことになると思うんですけども、一人一人のその証言者がまた生き生きとしてて、本当になんていうか、その場で、その人の、今まさに話してる内容を聞いてるみたいな、臨場感があるんですよね。あ、もう、それが次から次へと目まぐるしく変わっていって、本当に何て言うんですかね、過激な活動家っていう面もあれば、家族思いの姉で、娘であり姉であったっていう側面もあるし、あるいは真面目な学生だった時代もあれば、こう有名人になっていくことで、なんかこう、自尊心をくすぐられて、なんかどん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 目立ちたがりの傾向っていうか、過激な方向に行ってしまったっていうところが、わかるという、で、それがこう、なんていうんですかね、こう、非常に説得力を持って読者にも訴えかけてくるっていうのは、本当にすごいなと思いました。そうですね、相反です。もちろんその、証言者の中には全然相反する評価みたいなものもあるんですけれども、どっちに対してもうなずける部分があるというか、なんか人間がその決して一面だけでは語れないっていうところを、改めて思わされる作品だと思います。まあ、しかしみんな男の人って浮気するなって、これはもう 思いましたけど。いや。なんかまあ、結局、なんていうんですかね、女性がやっぱり着然としないのは、結局、もともとの要因を作ったのは男性であるにもかかわらず、なんか女性にも非があるみたいな言われ方をされたりとか、なんかその、望まない、例えば、まあ、望まない妊娠っていうのがあって、こう、ピルを、で、もっと安全に、こう、女性の体を守るっていうための、もともとはすごく真面目な、花輪玲子さんは理系女ですから、そういう、要は、傷ついた女性を守るためにっていう発想から出発してるんですけども、それがなんか、曲解して取られたりとか、いや、でもなんか、そんな性行為っていうのは、女性だってそうでしょ、みたいな、そういうことしてるのは、男性だけが別に性欲が強いわけじゃなくて、女性だってそうでしょ、みたいに言われたりとか、だからそういう、なんていうんですかね。望まないっていうのはもちろん、
なければないに越したことはないっていうのは誰しもが思ってると思うんですけども、結局女性にだけリスクが降りかかってくるっていうのはやっぱりそこは違うっていうところで、男女両方の立場から考えられるべき問題だと思うんですけども、それを結局過激にして、どん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 、なんか突き詰めて、もっと効果のある方法をもっと相手にダメージをって考えていくと、結局なんか抜き差しならないところまで行ってしまったのが、塙玲子っていう人に象徴されているのかなと思います。オパールの炎っていうのは、一人の砂川翔子さんっていう人の証言の中で出てくるんですけれども、オパール、法的の中でも一つだけその水分が、含まれている石で、なんですか、すごく繊細な石で、水に濡らしてもいけないし、扱いがすごい難しい。それが、なんていうか、それを塙玲子なぞらえて、砂川さん語ってるんですけども、なんていうんですかね、この方はすごく私、一番なんか読んでて、腑に落ちる、塙玲子に対しての評価というか、思いを述べている中で、一番この人の、言葉が、なんか思いやりもあるし、でも、冷静にも見てるって感じで、すごく腑に落ちたんですけども、やっぱりなんかそういう人に、このオパールの炎っていうこのタイトルと関連させるキーワードを出してくるのが、またやっぱり、桐野夏生さん、そこまでやっぱきっと考えて書いてらっしゃるんじゃないかなっていうのもあって、なんかもう、月並みな言い方ですけど、お上手だなっていうのをつくづく思いました。はい。なんかいろんな学歴も性別も様々な人が出てきますけど、全部その人のプロフィール、幼なじみなら幼なじみが言ってる、書いてる、言ってるような、後輩なら後輩が言ってるようなっていうのを巧みに書き分けてらして、なんか本当のインタビュー集みたいに読めるなって思いましたね。桐野さんにはね、東電 OL 殺人事件を題材にはしたい、グロそうテスなんクでですすとかよ。ね、そういうそそう、グの、ロテスク形式でもありますよ風ね。説を、考説をですね、自分の視点からこうか、あの、構成し直して、その対象とされている人に対するその伝説みたいなものを打ち消して、まあ、その新しい人物像をね、描き出そうということで書かれた作品がいくつかあると思うんですよね。で、その題材になったのは、いわゆるチューピレンですよね。チューピレンって、ああ、そうです僕らね。の昔世代よの。り上じゃないとピンとこない。いや、そう、私ですらなんか、ね、なんチューかピ知レン、識とピンクしのてヘはル知メットってかるけぶってど。糾弾せよって言うっていう、あれは絵は僕もなんか70年代のニュースとかでね、見たことはあるそうんでですすけね。ど、僕らでちょっもとまだ上、なんでかすよね、ね、それはね。そうだと思で、それもやっぱりその男性と雑誌とか男性のそういうマスコミとかが面白半分にそうやって書き立てるんですよね。ほんで、その女は強くなったとか言われそうてでね。すね。女とストッキングが強くなった。例えば、チューピレンみたいな、こう、文句切り型にはめようとするんですよね。で、それなんで、か、その作られた伝説みたいなのがやっぱある。それを、まあ、打破するというのが、一つの、その、今、女性、現代の女性を書く小説のありようの一つの、なってると思うんですけど、そこも、桐野さんはずっとやってらっしゃったんですよね。そうですね。まあだから結局、その中ピレの頃と今でもまだまだ問題が残ってるっそう。ていうところを、ゆのさんも改めて訴えてらっしゃるのか読むなとと。本質的な部分が同じだなって思うこともありますしね。そうですそね。の本浮当気のそう問です。題とかもそうなんだけいや、ど。本当そうです。本当に漏れね。なく浮気者じゃんっていうね。またね、物語のそういう仕組みともあるのかもしれないけど、まあ、非常に本質的なところをついているという気もしますそうし、ですね。男の身勝手さみたいなもんでね。いや、そういう意味では。まあ、今回そんなに厚みとか厚さはない小説なんですけどね。そうですね。もちろん密度は
はい、非常に高いと思いました。うん、読みやすいと思います、ね。はい、でしたね。すごいいい小説だと思います。はい、うん、そうだと思います、うん、はい、あの。読みやすいし、実は読みやすいし、スルスル読める小説でもあるので、うん、あの、皆さんも目を通していただいてはいかがかなと思います。はい、うん、僕も 大好きな小説の一つです、ね。そうなんですよね。そのグロテスクも好きだし、やっぱり、ね、うん、こういう。ああいうタイプの桐野さんの書き方、いいですね、うん、やっぱり。いや本当に筆が乗ってらっしゃるって感じで。うんうん、はい、というわけで3冊ずつ紹介が終わりました。最後じゃあ今後の予定って終わりにしましょうか、はい、何かありましたらお願いいたします、うんうん、私からですか。はい、先月あの申し上げたあの海外文学を愛を語るスペースは、はいはい、多分8月の90、11あたりのどこかでやらせていただこうと思います。はい、書店員さんお二人と一緒に、はい、はい、なるほど、あともう8月ですね、うん、はい、8月ですね、ちょっとずれました、皆さんお忙しくて、うん、はい、はい、あとは、はい、あとは、今月そろそろかな、まだちょっと言っていいのか分かんないんですけど、本の雑誌のあのメッタクタガイドのから引用したコメントを帯で使っていただけるそうなんだ、はい、それはまたもし店頭並ぶようになったら、うんうん、改めてお知らせ、はい、ぜひぜひお願いしますという感じでしょうかね。はい、すごく好きな作品なのでお話しいただいて、じゃあここでまた教えてください。はい、お願いします。はい、杉江さんどうぞ。はい、で僕は直木賞のあれがまた来ました。あ、はい、え、早い、モノさん、もう直木賞の話したような気がしますけどね、はい、そうですね、なんかしょっちゅう直木賞の話してるような気がするんですけどいやいやね、はい、またマライメントラインさんと一緒に、はいはい、招待談をやることが決まってまして、うん、今週末に実際やるんですけど、はい、今読み残しの芥川賞の候補作を今経緯で読んでおります。直木賞はね、皆さん大好き地雷グリコとゆるきあさこさんがね候補になってますね。ね、そうですね、はい、ここでね取り上げた柚木麻子さんも取り上げました。はい、そうなんですよ。平井栗子も松井さんがこっちで取り上げたんですよね。そうそう、だから、ね、非常にどっちかというか両方なってもいいんですけど、両方でもいいですよね。柚木さんまだ取ってないんだって感じしますしね。柚木さんがこの短編集でとってもいいなという気はいたします。いや本当そうですよ、ね、もうどんどん取るべき人はどんどん取っていかないと後が使えますからね。はい、ぜひぜひゆずきさんに、ゆずきさんと青崎さんにあげてほしいなっていうのが僕の気持ち。いいですね、青崎さんも今ね、ボディ牛のように、はい、他の作品も読んでますので、その予想対談をしたいと思います。大変。芥川賞もあるんですね。そう、芥川賞も。芥川賞は坂崎かおるさんがね、候補になられていて、この間日本推理作家協会賞を取り、ね、日本推理作家協会賞を取った人が青崎さんと坂崎さんと直木賞と、うん、芥川賞と両方いるんですよ、実は今回。そうですね、すごいですね。これね、推挙的に言うと、その二人が取ると、うん、推挙の喜びよりも直木賞と芥川賞の上になるから忘れるだろうなとちょっと思ってます。あら、そんな、そうかしら。としてね、セットで言ってほしい、ね。忙しくなっちゃうから。うん、まあ、両方とも取ってくださいとは思っております。いや、嘘つき姫もすごい良かったですよね。はい、素晴らしいですよね。はい。あとですね、解説を書いたものが多分今月出ると思うんですけど、今、たまたま本があったんで言いますが、深澤牛雄さんの、はい、海へ歌うんですね、はいはい、朝鮮から連行されていた、うんうん、慰安婦の方の視点から書かれた小説で、非常に痛い描写がね、本当にここに突き刺さるような描写があるんですけど、うんうん、まあ、現代を生きる人が、まあ、絶対読んでほしい小説の一つだと思うので、本当そうですね、朝潮さんもっと読んで、本当そう、本当そう、読まれないとと思いますね。特にね、やっぱりその自分の在日のその出自をその前に出した小説群とかね、本当にこの方でないと書けない小説っていっぱいある方だと思いますので、ぜひ深澤さんもっと皆さんで読んでいただきたいなと思いまして、うん、この方も R18 文学賞出身、ね、そうですよ、初期の R18 出身、そういうその、うん、
在日の方の心を書いたものと並行して現代を生きる女性を書いた現代小説とかね、うんうんうん、ユーモラスのものを書いてらっしゃって、はいはいはい、あのすごくいい作家だと僕は思ってるので今回解説のお話をいただけてすごく嬉しかったので、うん、頑張って解説を書きました角川文庫ですね今月出ると思いますので、発読ですよはい、ぜひ思います。じゃあ最後、3冊ずつ署名を言って終わりにします。はい、僕、本をどこに置くかな、はい、こっちか。ちょっと待って、一瞬待ってください。なるほど。自分がどこに本を置いたかを忘れてしまう。ああ、こっちか。はい、はい、大丈夫です。ありました。見つけました。はい、大丈夫です。僕からですよね。はい、はい、お願いします。3冊です。1冊目、愚か者の石、川崎明子さんで小学館。2冊目、猫と罰、宇津木健太郎さんで、はい新潮社。3冊目、黄昏のために、北方健三さんで、文藝春秋。以上の3冊でした。お願いします。ありがとうございます。はい。では、松井の1冊目ですね。スイマーズ、ジュリー・大塚さんで、役者が小竹由美子さんですね。新潮社のクレストブックスから出ています。で、ピンクだから、両方ピンクだから間違えそうになりました。はい。マリリン・トールド・ミー、山内まりこさんで、はい、川出処方針ですね。はい。はい最後3冊目。ピーノ・ナツオさん、はい、オパールの炎、中央公論新社です。はい、というわけで計6冊をまたご紹介いたしました。来月も、素晴らしい本を紹介したいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。本日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。